せんちゃんのお父さんがなんかマリンの顔が見たいみたいな感じだったんですね。なんかお父さんがいっぱい写真送ってくるんだけど、マリンからは全く送ってなくて、マリンからも写真が欲しいみたいな話があったんですけど、船長的には全く自撮りとかしないタイプの人間なんですよ、この私。どうしたらいいかなと思ったんだけど、その時気づいたの。なんと直近でチョコ先生が撮ってくれたマリンとチョコの通所の写真があることに気づいたわけ。それを送ったの。したらなんかもうマリンに対する感想が一言もなくて、元気そうやなとか、変わってないなとか、可愛くなったなとかさ、ちょっと年取ってきたなとかさ、何にもなし、もう一切ゼロで右の子可愛いねみたいな右は友達っつって、右の子可愛いね、こうどこに住んでるの綺麗だね、美人だねみたいな、一生そのチョコ先生褒めてて、マリン、全無視で、ちょっと受けたから、お父さんから来た LINE のスクショをね、チョコ先生に送ったの。マリンの近況の写真送るつもりで、ツーショット送ったら、なんかチョコ先生しか褒められてないんだけど、みたいな。送ったら、なんかチョコ先生、やっぱさ、ほら、小悪魔的な、ねえ、女だからさ、ちょっとたぶらかし始めて、マリンのお父さんを。なんか、お父さんお酒飲めるんですかみたいな感じのチャット、もう実物はもっといい女ですよみたいなチャット書いてきて、マリンが間に入って仲介役としてお父さんに送ってあげたら、めちゃめちゃはしゃいじゃって、うひょーって、お父さんうひょうひょになっちゃったんで、それ以降は既読無視しました。ジョコ先生がお母さんになっちゃういやもう本当にね、まあ確かに美しいですからね、チョコ先生は。そりゃチョコ先生のスタイルとね、色気の前にはマリンなんてそりゃチンチクリンかもしれませんけど、無視はなくない、さすがに。ねえ、この子にしてこの親ありどういう意味ですか。なあ、一緒にしないでもらっていいか。やはりお父さんも男なよ。いや見たくないです、ちょっと父親の男の部分、全然見たくない。